こんにちは。NHK をぶっ飛ばす。NHK、皆さんお金払いたいですか？NHK をぶっ飛ばす。はい。NHK 皆さんお金を払いたいですか？払いたくない人もいますよね。それでも受信機を置いたら払わなきゃいけません。NHK の番組みんな見てますか？もう NHK いらないと言いたい人もたくさんいるかもしれません。それでも政府は公共放送として必要です。緊急災害とかニュース、天気予報、国会中継、そういうものをやるから必要ですというふうにおっしゃられます。でもスポーツ、芸能いります？文学、教育いります？それを含めて全部お金を払ってる。そんなところまでお金払いたくないっていう人たちいらっしゃいませんでしょうかね。そういう部分はもうスクランブルでいいんじゃないでしょうか。見たくない人は見ないでいい。見たい人だけお金を払う。そういう形に NHK をしたら私はいいと思います。そういう意味で NHK を公共部分、そして民間部分、民営部分分けるべきでしょう。ぶっ壊すべきでしょう。皆さんぜひそういうことを考える機会を持たれてはいかがでしょうか。 NHK をぶっ潰す。そして民間放送、よく偏向報道というふうに言われます。特にひどいのはサンデーモーニング。もう安倍叩きなら何でもいい。インターネット盗聴される、携帯電話盗聴される、そんな嘘まで吹いちゃってる。おかしくありませんか？携帯電話使われてる方、あなたたち皆さん盗聴されてる、そんな話信じられますか？嘘ですよね。そういう嘘を吹いてしまって、政府が何かやっている。そして昨日池上彰の番組でしたっけ、あの北朝鮮のミサイル、まるで安倍政権が撃たせてる、そんな印象操作をしてましたね。すごいね。それだったら安倍政権にみんな任せた方がいいんじゃないですか。そんなことはありえません。そんな嘘、印象操作、嘘の印象操作までやってる、そういった民放放送おかしいと思います。でもそういう民放放送をなぜ見るか、キー局が5局しかないからです。電波余ってます。アナログ放送やめた、電波余ってます。ぜひ放送法を変えてオークションにして、いろんな番組ができるようにしたらいいと私は思います。そしてテレビ100チャンネルくらいまでやれば、30チャンネルぐらいはひどい番組でも70チャンネルぐらい見れる番組が出てくるかもしれない。そういうような状況になれば競争権利が働いて、まともな番組だけ生き残る。ひどい放送局は潰れていく。もうフジテレビ潰れそうですけれども、赤字が出てもっと潰れると思います。100チャンネルぐらいできれば。で、 NHK は公共の部分、ニュース、天気予報、国会中継、政見放送、その部分だけはみんなから徴収する、放送料を徴収する。そしてそれ以外のものはスクランブルで任意に払う、払いたい人だけが払う、そういうような番組、そういうふうにした方がいいと私は思いますけれども、皆さんいかがでしょうか。そうすれば北朝鮮の話も隠していたら、新しいアプローチをしたら、すぐにあの拉致問題とかを報道したら、そういう番組あったらもっと早く拉致問題に気がついた、核の開発に気がついた、そういえばそういうことになれば、政治もきちっと国民を守る責任のある政治ができる。報道というのは
権力の監視というふうに言われますけれども、権力というのは与党だけではありませんよ。野党も監視しなきゃいけないんですよ。野党だって権力あるんですから、国会議員あるいは地方議員としての権力権限を与えてるんですから、その人たちがきちっと働いてもらうということも本来のマスコミ報道の仕事でもあります。そういう人たちが不倫をしていないよ、でも不倫してたらしい人と秘書に雇って、なんだかそこの人の旦那さんは離婚して、自分も離婚して、そのうち払うんだら面白いですけれども、それ誰の子っていうふうになりますけれども、まあそれは冗談だとしても、いや恋愛は自由で結構だと思いますけれども、そういった人があいつが不倫してるからやめろ言うのはおかしいでしょと、政治家としてきちっと仕事をしてくれれば私はいいとは思うんですけれども、そういうことがちゃんと文芸春秋チャンネルとか、あるいは新潮文庫チャンネルとか、そういうものが地上波で毎日流されると面白いと思いませんか。面白い。国会裏番組、国会裏番組、国会裏話番組、なんだっけな、政宗さん、和田政宗さんのあれは何でしたっけ、月曜日にある政宗チャンネルか忘れちゃいましたけど、あるいは報道特集とか、そういうものがどんどん地上波に出て内毛話をしてくれる、そういったテレビ番組にならないでしょうかと。そのためにもオークションで放送の電波をどんどん公開して100チャンネルくらいできる世の中にしていきたいと私は思っております。長谷川さんも思ってると思います。そうなった時は変更しててもいいんです。偏っててもいいんです。右に左に偏ってください。偏って何を選ぶかです。皆様が見ている人たちがこれは面白いという番組になれば、その視聴率が上がってスポンサーがつく。いつまでも同じように安倍はやめろ、森友学園、加計学園というようなことをずっと追求しているような番組、そういうものを皆さん見たいですか。つまらないですよね。そういう風になれば視聴率が落ちてスポンサーが降り、そのうち健康食品とパチンコのコマーシャルしかなくなっちゃう、あるいは通信販売とかそういうものしかなくなっちゃう。サンデーモーニングもそういう風になるまで私も頑張るつもりですけれども、パチンコと健康食品と通信販売、サントリーのセサミンしかないと、あとは AC しかない、ポポポポーンしか言わなくなるような番組をぜひサンデーモーニング追い込みたいと私は思っております。以上です。